2018年6月21日9時30分朝ですね、午前です。あまりの湿度でカメラが曇ってます。あまりの湿度でね、中に水滴が入るって故障の原因なんこれかな。気密性が保たれてないっていうか、まあ異常だからね、雨が。うん、まあ仕方ないよね。ちょっと話それるけど、冷凍庫の製氷機の掃除とかしたいんだけどね、こんな時にするとなんかもうめんどくさい、ベタベタしてめんどくさい。何もかもめんどくさいからベタベタして。掃除機だってね、掃除機かけてもホコリなんか吸えねえよっていうね、ベタベタしてても。はい、戻します。今日話したいことは、男は黙って仁王立ち、男は黙って仁王立ちです。どういうことかというと、ちょっと待ってね、これでいいかな、触れてないか。男は黙って仁王立ち、どういうことかというと、うちのパパにね、お風呂に入るときに、シャワー浴びるときにね、窓を閉めるのよ。ほんのちょっと気持ち程度に、外から見えない程度にこんくらい開けてね、10センチか5センチか分かんないけど、俺はね、全開で開けるの。ガリンって開けるのね。ガリンって。そして、まあ、ご近所さん密集地帯だから、みんな密集してっからね、あちこち。やっぱ、隣の人が来ると、まあ、見えるわけね。まあ、めったに通らないけど。うん。でもまあ、俺、基本的に、お隣さんが言おうが言おうまいが、何して言おうが、もし目があったらね、こんにちは、こんにちは、おはようございますってなったいものよ。そのくらい多いよ。まあこういうことはめったに起きないからしないんだけど、何が言いたいかというと、男は黙って仁王立ちだよ。裸を見られて、それ恥ずかしいとかいろいろあると思うよ。それは あると思うんだけど、もう男は黙って仁王立ち。男とか女とか価値観を持ち出すってのはあんまりアホらしいんだけど、でもまあ性別があって性格に差があってね、筋力に差があって体格に差がある。で、動物の世界では男とか女とかちゃんと役割があるのよ。これ男女差別じゃなくてね、俺が言いたいのは、堂々とするということ。何かハプニングが起きたとしても、おっとって、おっとってなったとしても、はい、すぐに大丈夫って、落ち着けってこと。だからそこで、いちいち慌てふためいて、あら、ちょっとすみませんとかじゃなくて、ふってすぐに、こんにちは、ぐらいの気持ちでいいんだよ。でもっと言いたいのはね、もうシャワー浴びててピンポーンとなって、急便でーすとか、宅配でーすとかなんかあったときにね、シャワー見てんだよね。でもあれ、取り行かないとか、いろんな、相手の人の迷惑だし、何して取りに行かないとか、まあ、めんどくせえとか思うわけよ。相手の人の手間とかでね、連絡とか。だから出たいわけ。でもほら、シャンプーも終わってしまって、もう、あとは拭くだけだとき、もう、行くかって時に、気分になるんだけど、行けないのよ。やっぱ、前だけ押さえているということはできないのよ。でも本当したいの、出たいの。日本の法律ではね、家の中で裸で外の人に見られる状態だったら、わいせつ物なんとか罪で捕まる。だから裸で玄関の中にいるのにお客さんに対応したら捕まる。でもよく考えて、家の中でどんな格好をしてて何が悪いの？裸でいて何が悪いの？敷地の中で裸でいたら何が悪いの？わからないだろうな、多分伝わらないだろうな。俺が言いたいのは、家の中まで法律が干渉してくるってちょっときつくないですか？裸でいて何が悪いんですかって。別に見せたいわけじゃなくて、堂々としてのさりのさりとしてふーんとして、こんにちは、今ちょっとシャワー浴びてたんで裸ですけど、まあ、気にしないでって。だって持ってるもんって
ねえ、みんなついてんだもん、男は。たね、大抵の人は。で、女性だったら、ほら、押し倒されるという危険性もあるし、男が発情するからね、危ないんだけど、男には、男は発情しないし、発情する人もいるけどね、女の人だったら、まあ、嫌だ、パワハラだとか、まあ、そういう考えもあるからし、襲われるとか考えるかもしれないけど、普通に自然に、あ、郵便物ですか、どうも。よりいいですか、どうも。どうもありがとうございました、ってお疲れ様です。これしたいんだよね。まあ、まあ、捕まるね。でもだよ。でも落ち着いて、家の中よ。家の中だよ。どんな格好でもいいじゃん。なんで俺がこんなこと言い出したかというとね、親父がとにかく恥ずかしがり屋さんで、そんなに隠さなくていいのに隠すようなことすっから、なんか見てって、歯がゆい、歯がゆい、男だったら堂々と仁王立ちしてくれ。仁王立ちして言う、俺は自分の家のお風呂でシャワー浴びて、体ゴシゴシ洗ってんだよ、シャンプーしてんだよ、お前窓開けてんだよな、お前梅雨時期で、夏の時期で、お前カビ生えっからさ、日常的にずっともう開けてんだよっちゅうのがね、当たり前なのに、こう閉めて開ける、閉めて開けることなんかくだらないんだもんだね。暑かったら開ける。暑かったら脱ぐ。シャワー浴びてて堂々としてていい。だ男は黙って仁王立ち。で、いいのよ。変かな。俺はもういいと思うよ。外でね、仁王立ちしてたら、うん、うん、わかった、君ちょっとおいで、こっちおいで、うん、そうか、うん、話聞くからちょっとおいでって、こういうね、制服姿の人がいっぱい囲んできて、よかった、わかった、大丈夫だから、こっちおいでって、来るんだけど、家の中だからね、シャワーだからね、お風呂だからね、裸で当たり前じゃん。うん。だ気にすることねえんだと思うんだけどね、気にすることなんかないと思うんだけどね。だってみんな持ってるし、みんなついてるし、みんな見たことあるでしょ。ダメ？わかんないかな。いいと思うんだけどな。よく考えて。人間だけだよ。動物の世界でそんなことバカなこと考えてんの、いつまでも。他の動物たちで、もうあれだよ。生きるか死ぬかなってことしてるのに、こっちは恥ずかしい恥ずかしくないとこ、わいせつだわいせつじゃないとか、くだらないこと言ってるんだよね、毎日毎日。俺たち人間って。だから疲れんだよ、俺たち生きてるのに。疲れやすいんだよ。日本人は特に疲れやすいの。人の目気にすっから。全然問題ないと思うの。それが痛かった。でも、うまく伝えなかった。これ思いついたのが昨日だったんだけど、旬がもう過ぎちゃったんだよね。もう旬が過ぎてね、本当はもうどうでもよくなってるんだよ。だから俺のパッション、熱量が足りない。もうこの問題どうでもいいかと思ってる時から出しちゃったっていう。俺どうでもないからね。別に パンツ脱ぐで外のうろちょろしようが。してないけどね。してないけど、露出狂でもないし、見られたら興奮するってわけでもないけど、あよっこいしょーって前にね、はいはいって、ま、のけぞって前にね、こう、体を運動とかして、こうしたら、お尻がいっぱい見えるわけだ。見たいの？見ろ、ほらー、はーい。でもしても平気だから。だって当たり前だもん。出口があるんだもん、食べたものが出る出口が。それはもう汚くも何もないよ。もうそれはもう人間、神様が作ったすんげえ機能だよ。食べたものを出すとこをきちんと作ってあげてる。すっげえよ。ねえ。いやもう美だよ。奇跡の美だよ。まあ汚いけどね、男のあそこっていうのは。汚いは汚いって言ったけど。絵的に汚いんだけどね。ちゃんとエステに通って、まあ無駄毛を処理して、キレイキレイしないと、男の無駄毛は結構汚いからね。無駄に毛が生えるから、あちこちなんか知らんけど。なんか無駄毛男生えるからね。もう女性も生えると思うんだけど。まあそういうわけで、そんだけ、それだけ言いたかった。男を黙ってみるし、テンション低いな、今日は俺も。別、もう旬が過ぎちゃってんだ。
はい。チャンネル登録は強制です。え？強制って言ってもどうせ意味ないよって言っても強制ですもん。お願いじゃないからね、強制だから。あと、評価。グッドバッド。グッドバッド。あと、コメント。僕もこう思う。あ、もう、ぜひ、これも書いてください。堂々としてていたかっこいいと思うけどね。あ、こんにちは。あ、こんにちは。と言いながらね。これ別に露出狂じゃないけど、今日は暖かいですね。暑すぎますよ、やっぱ裸じゃ。よっくしょ。ってね。うん。まあいいや、終わり。うん。